んだお前、一体どうした？え、いやいや、そっちこそどうしたの？その声、話すと長くなる。それより用件は何だ？ちょっと話を聞きに。俺がいちゃまずいかな？ううん、そんなことないよ。情報は大いに越したことはないし。なるほど。赤と青の風船か。ハッキングしてみた。 PC の検索履歴にマムル倒し方というのがあったぞ。試練やってるんだ。っていうかマムル倒せないってどういうこと？そいつは組長に聞いてくれ。ああ、そういやついさっきアイオ園で。アイオ園って児童養護施設の？そうそう、そこの木の枝に結びつけられてたんだ。だけどちらっと見かけただけだから、赤と青の風船だったかどうかは。ありがとう、後で行ってみるよ。でもなんでアイオ園に？麗しの姫君に会いに行ったのさ。風船か。俺も風船みたいに空を飛べたらな。何が何だかさっぱりわかんねえよ。ただ一つだけ言えるのは、自業自得なんじゃねえかってことだ。俺がホラケンで清掃員をしてたのは知ってるだろ。だからホラドリ所長とは面識があって、噂話もいろいろと。噂話って？話すと長くなりそうだからまた今度な。でも瑞希、確かにライアンの話は気になる。だが今は風船を探す方が先か。このチェコエロッチョのせいだ。チェコエロッチョ？チェンジコエロック長官の略。音声変換機能の備わった鍵付きの首輪ってことだ。こいつを首にはめると望み通りの声を出すことが。望み通りの声？つまりその声は大間さんが望んだってこと？いや違う
は人からもらったもんで、この声は最初から。誰にもらったの？新兵だよ。昨日あいつがくれたんだ。世話になったお礼にっつってな。声紋を分析してみた。どうやら今ボーマが出しているのはサガン・イリスの声らしい。ああ、どっかで聞いたことがあると思ったよ。ボーマも陳平もイリスの熱狂的なファンだ。アセトンノと言った方がいいかもしれんが。それで陳平はその声を登録したチェコエロッチョをボーマさんに。うむ、なんかキモいね。同感だ。いや、それができないんだよ。鍵をなくしちまってな。どうして？ゆうべこの事務所で一人で酒を飲んでたんだ。このチェコエロッチョをつけたまま。そうやって一人で遊んでたんだ。想像するとますますキモいな。だけど目覚めたら鍵がどこにも見当たんなくて、確か大事なもんだと思ってどっかにしまったはずなんだが。で、会場の達人であるこの俺が呼び出されることになったってわけだ。ライアンとは長い付き合いになる。こいつの腕が一流なのはよく知ってるからな。もう忘れてもらいたい過去なんだが。おいおい、忘れるわけがねえだろ。お前にどれだけ稼がせてもらったと思ってんだ。知ってると思うが、こいつはよ。昔の話はやめてくれ。もう足を洗ったんだ。とにかくライアン、早くこいつを外してくれ。なんだか頭がぼーっとしてきて。もう少しだけいいだろう。その可愛い声、もっと聞かせてくれよ。お前な。いや、俺は見かけちゃいねえな。風船は3つあるはずなんだけど、どこか心当たりはない？さあ、悪いが全く。そっか、犯人のテアラーは間違いなく異常者。同じ異常者であるモーマさんなら何かわかるんじゃないかと思ったんだけど。俺は異常者じゃねえ、至極真っ当な正常者だ。その声で言われてもまるで説得力がないな。してくれないか、このチェコエロッチョ。一体どうしちゃったの？モーマの脳への血流量が著しく減少している。おそらくチェコエロッチョによって頸動脈が圧迫されて。ライアン、なんとかしてよ。ああ、わかった。このおっさん、めちゃくちゃ息がくせえぞ。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。人の命がかかってるんだよ。だってしょうがねえだろ。俺の嗅覚はアフリカオニネズミ割りに敏感なんだよ。知らないよそんな動物。普通に犬で例えてよ。とにかくミズキ、鍵を探すんだ。鍵？チェコエロッチョの鍵だよ。大事なもんだと思ってどっかにしまったはずなんだが。
それじゃあね、モーマさん。おい、見捨てるつもりか。冗談だよ。サイモンは調べたか？なんか今聞こえたような。あれって隠し金庫？うん、中に入ってるのはイリスのフィギュアと、それからあった鍵だ。ああ、おそらくあの鍵で間違いあるまい。でもなんで金庫の中にイリスのフィギュアが？その件について突っ込んでいる時ではない。どうにか助かったよ。悪いな、恩に着るぜ。お礼ならライアンに言ってよ。金庫を開けてくれたのライアンなんだし。えへん、どんなもんだい。だがなんかおかしくねえか。金庫の鍵を開けるよりチェコエロッチョを解錠する方がはるかに楽なはずだが。ま、いっか。そんなことより瑞希、我々は捜査を続けなければ。うん、そうだね。早く風船を見つけないと。あ、そうだ。もしよかったらモーマさん、そのチェコエロッチョ私に貸してくれない？おう、別に構わねえぜ。お前は命の恩人だしな。持ってけよ。ありがとうモーマさん。さてと、それじゃあ瑞希。うん、行こう。風船、ここにはないみたいだけど。マーブルのママは情報屋だ。話を聞いてみたらどうだ？うん、そうだね。聞いてみよう。大丈夫、言わなくても分かってるわ。代々木公園でホラドリの左半身が見つかったんでしょ。さすが、耳が早いね。あっちの方は遅いけど。私、毎晩このカウンターの上で寝てるのよね。絶対嘘だよね。何も思いつかなかったら無理に言わなくてもいいんだよ。
ねえ、ロイコクロリデュームがカタツムリに寄生した時の動画見る？めっちゃ見たい。キモそうだから遠慮しとく。なんでだよ。勝者君のあらぬ、勝者マンのアンディが無実の罪で収監され、刑務所の中で荒荷を作る話だ。アヒル女の上唇か。この問題わかるかしら。答えられたら一杯おごるわ。フルーツポンチを逆さまにするとどうなる？ベベー！答えはこぼれるでした。そうね、ホラドリに関する情報なら少しは。ホラドリのこと知ってるんだ。うさんくさい連中の周期は勝手に漂ってくるのよ。で、その情報っていうのは？ホラドリはパーセント教団っていう新興宗教の信者だったらしいの。その教団が香ばしいことこの上なくってな。なんでもシミュレーション仮説とかいうやつを心の底から信じちゃってるみたいで。パーセントの印の正解ではない。そう踏み踏かしてこれを持っている方がこの世をお付きになったのだ。その方は意図的に記憶を失い、化身の姿をまとめてこの虚幻世界を訪れている。今のは経典に記載されてる内容の一部よ。ねえ、めちゃくちゃ怪しげな感じでしょ。お前も十分怪しいが、パーセントの印ってなんだろう。さあ、そこまではわからないわ。だけどなんとなく事件と関係してるような気がするのよね。ほら、パーセントのマークって2つの丸が1本の斜線で切り分けられてるじゃない。だからなんだって言われても困るんだけど、いずれにせよ何らかの形でパーセント教団が関係してるんじゃないかって。ねえ、どこかで見かけなかった？赤と青の風船。さあ、私は見てないけど。待ってね、今たまたまたんに聞いてみるから。たまたまたん、たまたまたん、世界で一番嘘つきなのはだーれ？それはこちら側のどこからでも切れますと書かれた袋。確かにそうよね。どうでもいいわ、全く関係ないし。今のはただの心の叫びよ。心の叫び今吐露しないでほしいんだけど。あっ、それじゃあ本気出していきます。たまたまたん、たまたまたん、探し物を見つけてほしいの。赤と青に塗り分けられた風船、それは一体どこにある？伏の実の祀られし社、生目神社に行くといい。探し物は必ずそこに。ふう、うまくいったかしら。とりあえず生目神社に行ってみよう。おいおい、さっきの言葉信じるつもりか？わからないけど、闇雲に探すよりはマシでしょ。マシ
なのかな。ありがとうママ、参考になったよ。そう？特に重要なことを教えたつもりはないんだけど。ま、それならそれでよかったわ。またいつでもいらっしゃい。待ってるからね。さっき言ったでしょ、たまたまたんよ。手術で取った私のあれにシリコンを充填して作ったの。そっか、だから2つあるんだね。間に受けるなよ。風船、ここにはなさそうだね。ああ、風船を配ってそうなやつならいるけどな。ケンちゃん。うむ、話を聞いてみたらどうだ。ああ、こんなところで会うなんて奇遇だね。どうしたんだい？実はね。というわけで、その風船が事件解決の糸口になりそうなんだよ。つまりそいつが見つかれば犯人の逮捕に近づくと。多分ね。水木見ろ、ボラちゃんの大群だ。かわいいな、ボラちゃん。魚もありなんだ。中に風船はないみたいだな。キーバーゴン。何それ？大怪獣キーバゴンの真似だ。江東区の木場に住んでるモンスターで、昔イースに教えてもらったんだよ。私が考えたわけじゃないぞ。やってる時点で同じだけど。ここはお気に入りの場所でね、海を眺めに来たんだよ。何もない水平線を見ていると気持ちが安らぐんだ。いつからここにいるの？朝の8時ぐらいから。お昼の営業は？今日は気分が乗らないんで夜だけ店を開けることに。そんないい加減な感じで大丈夫なの？いい加減じゃないからこそさ、 100% 完璧な状態でなければお客さんに料理を提供することはできない。料理は常に真剣勝負。松下太田みたいに半端な気持ちで厨房に立つわけにはいかないんだよ。いや、風船なんてどこにも。そっか。力になれず申し訳ないが。別に謝らなくてもいいけど。どうしたの？何か思い当たることが？水木、
これを。え、どういうこと？見ればわかるだろ。激しく体温が上昇してるんだ。もしかして私に欲情してるとか？そんなセックスアピールはお前にはない！ひど、相棒には言われたくないよ。とにかくゲンが動揺してるのは間違いない。理由は不明だが。拾った。いや、しかし分かったよ。そこまで言うのなら。何だったんだろう今の。誰かと話していたようだったな。誰かって？分からん。ゲンのやつ明らかに様子がおかしいな。そうだね、いつものゲンちゃんじゃないみたい。まさかとは思うけど、別人だったり。別人？別の誰かがマスクをかぶっているんじゃないかってこと。うむ、その可能性は否定できないが。どうしたんだい？私のことをじっと見つめたりして。あ、ごめんなさい。いや、いいんだよ。今の感触で分かった。君は侮蔑的な感情を持って私の顔に触れたわけじゃない。そうだろう？うん。似たような感触を前にも覚えたことがある。ある人に触れられた時に。ある人？私の骨格が歪んでいるのは生まれつきのものだ。肌も筋肉も普通の人間のものとは異なる。そのせいで私は幼い頃からひどい仕打ちを受けてきた。周りの人々から忌み嫌われ、嘲笑され、唾を吐かれたり石を投げつけられたり、そんな日々を過ごしてきたんだ。だが彼女だけは。怖くないのかい？ちっとも。だけど見にくいだろう。そうかな。むしろチャーミングだと思うけど。それに私知ってるし、ゲンちゃんの心誰よりも一番綺麗だってこと。私ゲンちゃんのこと大好きだよ。その温かい心もこの姿も全部ね。アマメ、私の体は生まれつきのものだと言ったね。だが本来はこの姿ではなかったはずなんだ。私はゲノム編集されて生み出されたんだよ。不老不死の実験のためにホラドリの手によって。そんな。さっき君はホラドリのことについて私に尋ねた。その時返答に窮したのはだからなんだ。声を出すことができなかったんだよ。辛い記憶が蘇ってきて。突然こんな話をしてしまってすまない。忘れてくれ。もはやどうでもいいことだ。
それじゃあ。おい瑞希、追わなくていいのか。あいつはホラドリのことを知ってるはずで。分かってる、分かってるけど気持ちの整理がつかなくて。もう少しだけ時間をくれる？だが風船のことはどうする？それはもちろん探すけど、探しながらいろいろと考えてみるよ。警官が？わからないが、とりあえず風船ならあそこに。本当だ、行ってみよう。ってこれ、テアラーの風船じゃないじゃん。うむ、赤一色だからな。残念だけど、ハズレだったみたいね。ボス、挑戦状のことは相棒から聞いてるわ。まったく舐めたことしてくれるじゃない、テアラーのやつ。残念だが瑞希、銃や鉄パイプを持ったままじゃあれには乗れない。ボディチェックで引っかかるからな。普通に乗れるし、そもそも金属探知機なんて存在しないから。ダイエットに持ってこいだな。じゃあ私には不要だね。瑞希、乗りたくなったらいつでも言うんだぞ。相棒もね。まだ18歳でしょ？一体何に使うのよ？だって欲しいものとかいっぱいあるし。服とかバッグとか手榴弾とかな。っていうかこのタイミングで言うべきことじゃないわよね。話は帰ってから聞いてあげるわ。呼び出されたのよ、へっぽこな部下のせいで。部下って？龍騎君のこと。彼勇み足でとんでもない大失態よ。挑戦状の件については龍騎君も知ってたの。タマから教えてもらってね。そこで彼は捜査のためにこの屋上遊園地へ。するとそこにはウサリンパの着ぐるみを着たアルバイトの青年が。ウサリンパはそこにある観覧車のフェンスに装飾用の風船を結びつけてたの。それを見て龍騎君は、動くな！って言ったんだけど、その声がウサリンパの耳に届くことはなく、ウサリンパは足元の紙袋に手を入れると、その中から大きなハサミを取り出したの。風船の紐を切ろうと思ってね。ところがそれを目にした瞬間、龍騎君は、撃っちゃったの？そう、
現役警察官による民間人への発砲、前代未聞の不祥事よ。ほんと参っちゃうわ。ここには目的の風船はなさそうよ。そっちはどう？いくつか見つかった？ううん、まだ一つも。たく何やってんのよ。そう簡単に見つかるわけないでしょ。家の中でリモコン探してるのとはわけが違うんだから。それで発砲の件についてなんだけど。大変申し訳ありません。これは私の監督不行き届きによるもので。免職？そんな。彼はまだ若いんです。それに優秀な捜査官です。もう少し寛大な処置を。こういうこと言える人だったんだ。実際に言ったかどうかはわからないぞ。今のはあくまでも夢の中でのことなんだからな。バイトの青年は着ぐるみの中で音楽を聴いてたみたいなの。ワイヤレスのイヤホンをしてね。そのせいで龍騎くんの声が聞こえなかったんだと思うわ。まだ作業に取り掛かったばかりだったのよ。これから複数の風船を設置しようとしてたところだったの。そこに龍騎くんがやってきて。本庁が慌てて封鎖したのよ、この屋上遊園地を。危険物が発見されたとかなんとか適当な理由をでっち上げてね。上層部は今事件をもみ消そうと思って躍起になってるわ。まあ私もそのうちの一人だけど。ええ、幸いなことにバイトの青年は無傷だったわ。弾は着ぐるみの端を貫通して中の肉体には当たらなかったの。本庁で取り調べを受けてるわ。さっきあったけど精神的に不安定でかなりヤバそうな感じだった。追い詰められて妙な気を起こさないといいんだけど。それじゃあ私、尻拭いとか脅迫とか接待とかいろいろとやらなきゃいけないことがあるから行くわね。引き続き捜査の方よろしく頼んだわよ。龍騎、大丈夫かな。まあ、あいつのことを考えていても仕方がない。行こう、瑞希。ほらな、風船なんてどこにもないだろ。でもママは言ってたじゃん。不死の身の祀られし社、育女神社に行くといい。あんなもんデタラメに決まってるだろ。そうかな。ねえ、不死の身ってなんだろう。多分時軸の核の身のことだ。知ってるの？ああ、前に聞いたことがあるんだよ。食べると不老不死になれると言われている伝説の木の実。ま、正確に言うと果物だが、そいつがあの社殿に祀られてるってな。時軸の核の実か。Thank you.
った。あったよ、風船だ。確かに赤と青の風船だな。ね、だから言ったでしょ。だがママはどうして。そんなことどうだっていいじゃん。いいのか。とにかくこれ割ってみよう。代々木公園のやつと同じで中に何か入ってるみたいだから。うむ、それじゃ行くよ。うりゃ。3、裏はどうなってる。結果って書いてあるね。3と結果か。これだけでは意味がわからんな。残りの風船も見つけないと。どうしたんだ、瑞希。いやー、ちょっとなんだか懐かしいなぁと思って。って感傷に浸ってる場合じゃないよね。それよりも早く風船を。赤と青の風船、間違いなさそうだな。ライアンの言った通りだったね。だがあの風船かなり高い位置にあるぞ。大丈夫だよ、あのぐらいなら余裕で。なんで空中で割るんだよ。いいじゃん別に。とにかくこれが風船の中にあった紙切れだな。うん、2と記されているが、裏も見てみよう。チラ、もしかしてこれはパンチラのことかな。は？風船をパンって割ったらチラって書かれた紙切れが。神社で見つけた紙には3とあった。その裏の言葉はケカだったね。だがまだ何のことやらさっぱりだな。風船はあと一つ残ってるから。
前に言われたことがあるんです。君のパンジーを見せてくれって。それがプロポーズの言葉でした。この人何言ってんの。さあ、前後に揺れ動く遊具ってなんかあれですよね。あれってなんだろう。わからん。私、ジャングルを無地にするのは得意な方です。そっか。ブーラブーラブラリンコ。この人大丈夫かな。ダメだと思う。演劇サークルに所属してるらしいぞ。そうなんだ。こんにちは。はホラドリさんの件で捜査に。ああ、さっきニュースで見たんです。死体が発見されたって。これでますますわからなくなりましたね。どういうこと。私、フレージン君が殺されたのは彼の病気に関係があるんじゃないかって思ってたんです。半身腫瘍っていう病気、体の半分の至るところに腫瘍ができてしまう難病で、臓器とか皮膚とか骨とかに。ジン君のが右側だったか左側だったか、それは覚えてないんですけど、とにかくその病気と事件のことには何かつながりがあるような気がして。でもホラドリさんは病気のこととは無関係みたいだし。そういえば、石場女子で見つかったホラドリの右半身、臓器がごっそりと抜き取られてたよね。ああ、マスコミには公表されていないみたいだが。どういうことだろう。いずれにせよ、今の看護師の話、かなり重要な手がかりになりそうだな。この施設にうちの病院に通院してる子がいるんです。でもその子、今日が診察の日なのに病院には行きたくないってダダをこねてるみたいで、それで私が迎えに。いえ、私は見てないです。だってここに来たのついさっきのことですし。そっか、誰も見てないんだとしたら夜中にこっそりと忍び込んだんでしょうね。相変わらずこの施設のセキュリティゆるゆるみたいですから。理事長の千枝さんのこだわりで監視カメラは一つもついてないんですよ。ここは刑務所じゃないんだから、そんなものは必要ないって。だけどそのせいで20数年前にあんな事件が。あんな事件。IOA 子供行方不明事件のことです。ご存知ないですか。当時6歳だった染月ウルー君がこの施設から忽然と姿を消してしまった。誘拐なのか事故なのか、手がかりは一切つかめぬまま、未だに彼の行方は分かっていない。そんな事件のことだ。監視カメラさえついてれば事件は起こらなかったかもしれないのに、それでも未だに設置してないなんて、千枝さんってちょっとどうかしてますよね。さてと、いろいろと考えたいことは山積みだが、その前に残りの風船を見つけなければ。うん、そうだね、行こう。日が暮れてきちゃったじゃん。一体どうする。
落ち着け水木、興奮したままハンドルを握るの危険だ。大丈夫だよ、この程度の速度ならすっ転んでも怪我なんてしないし。お前はよくてバイクは傷つく。アビスから支給された貴重なバイクだ。ぶっ壊したら減給処分に済まないぞ。うむ、いい子だ。水木、ボスからだ。え、繋ぐぞ。ああ、水木、今本庁から連絡があってね。有明4丁目の倉庫街で風船を見かけた人がいるって。大至急向かってくれる？え、でもあの倉庫街ならもう行ったけど、風船なんてどこにも。そんなはずないわ。確かにその人は朝の8時半ぐらいに見かけたって。8時半？とにかく頼んだからね。朝の8時半頃、あの倉庫街には風船があった。だけど私たちが行った時にはなくなっていた。ということは、私たちが行く前に誰かが風船を。その誰かとは。まさか。おいおい、勝手に厨房に入ってこられちゃ困るな。いいから聞いて、玄ちゃん、何か隠し事してるでしょ。ああ、カエルの肉使ってるのバレちゃったかな。とぼけないで、とにかくお店の中調べさせてもらうから。ダメだよ、何言ってるんだ。部外者が厨房の中をうろうろしてたらお客さんが不審に思うだろ。それにベタベタといろんなところに触られたりしたら衛生管理上も良くないし。そもそも君にこんなことは言いたくないけど、霊場みたいなものはあるのかい。水木、分かってる。どこにも触れずに調べる方法がある、そう言いたいんでしょ。うむ、できない。私は料理に命を懸けてるんだ。松下太田とは違ってね。どうして彼のことそんなに目の敵に思ってるの？例えば切れ味の鋭い優れた包丁があったとして、それが錆びたまま放置されていたらどう思う？それと同じことさ。目的？何のこと？さあ、何のことかな。風船を見たって言ってる人がいるの。朝の8時半頃、あの倉庫街で。玄ちゃんはその前8時頃からあそこにいたって言ってたでしょ。だとしたら絶対に見てるはずなんだよ、風船を。風船のようだな。だが X 線では色がわからない。もしかしたら別の風船かも。おい、一体何を。黙ってて。
は何？どうして嘘を？まあ理由については後でいいや。それより聞かせて。この風船の中に紙切れが入ってたはずだけど、それはどこ？そう、答えたくないんだ。だったら一緒に来てもらうしかないね。もしくは今すぐ大量の捜査員を招集してこのお店を家宅捜索させてもいいけど、どっちにする？